こんにちは。9月の1日火曜日の株と為替の売買シナリオでございます。火曜日ということでね、週の途中でございますけども、月が変わりました。9月もよろしくお願いいたします。さて、現時刻でございますけどもね、14時46分というところでございます。あとが株式市場あと14分残しているところでございますけどもね、23,100円台、今23,133円73銭というような水準感でございます。なんとか今日は23,000円台を維持させていって、ね、さらには23,130円から150円ぐらいまで、まあ、上がっていったらいいなというような時間帯での、あと残しの時間というところでございますけれども、ただそれでもですね、前日比で見るとマイナス5円ぐらいなんですね。まあ、ほぼほぼ横ばい調整という言い方をしていいのかもしれませんけれども、大きな材料がなかなか東京市場時間には起こらなかったというところが実際かと思います。で、1時過ぎぐらいだったでしょうかね。安倍首相退陣に伴ってというところなんですけども、与党自民党においてでございますけども、次期、総裁の選出方法をめぐってでございますけどもね、かなり、揉めに揉めたというような報道がございますけども、結局議員総会を通じての選出とで、おそらくでございますけども、17日でしょうかね、臨時国会で召集されて次期首相が指名首班されるだろうと。で、この動きは今の報道、永田町関係者と話をしてもほぼほぼ菅官房長官になるだろうという見方が非常に強いようでございますね。アベノミクスから菅のミクスに変わるのかとこういうところですけども、従前からこのバイシナなどで、ないしはレポートなどでも申し上げていましたけども、要は首相が万が一どなたに変わっても、まあ、さすがに安倍首相が今回退陣直されるとは思ってませんでしたけどもね、体調の万全性を図っていただいて、場合によってはまたもう一回、首相になられるという可能性も十分あるとは思うんですけども、いずれにしても安倍首相ご退陣になられたとしても、通貨当局、そして自民党、日銀ですね、日銀の総裁なども変わってないわけです。2023年の4月まで黒田日銀総裁も任期ございますので、金融政策も変わらない。仮に黒田日銀総裁がお辞めになられたとしても、若田部さん、内緒雨宮さん、副総裁が昇格なされても、お二方ともリフレ派とこういうところですよね。7月にも岡村財務官、こちらの方も財務省の中から人事変わってというところなんですが、政府と財務省、日銀の一体感とは全然変わっていない。で、中にはですね、今改めてですけどもね、菅官房長官がまあ、ショートリリーフというんでしょうかね、ワンポイント暫定政権、選挙管理内閣とまで言われているようでございますけども、9月の下旬になったら国会で所信表明演説をして、解散予定出るんじゃないかと、そうした見方も出ているようでございます。いずれにしても政治によって突き動かされる相場というような状況になってきて、なかなか今度は相場が政治動かないと動かなくなってきてしまったのかな、そんな感じもちょっと感じる本日の東京市場でございました。さてで、先ほど申し上げましたけどもね、9月の、今日が1日というところでございますけども、こちらのは日経新聞さんの一面でございます。まあ、自民党総裁菅氏実費に展開というのが出ておりますけれども、さて、こちらの大変僭越でございますけれども、この今日の日経新聞さんの朝刊の、19面でございますけれどもね、つい先だってでございます。先週金曜日、安倍首相が退陣なされましたけども、その時の大相場がございました。首相辞任で円高となりましたけども、これ限定的クエスチョンマークというところで、この辺でございますけれどもね、竹部がコメントさせていただいてます。どこだったかな、真ん中あたりでさせていただいてるんですけども、まあ、ぜひこちらの方もご覧になっていただければというふうにして思います。いずれにしてもここにありましたね、岡さんオンライン証券竹部というふうに書いてありますけどね、ここに竹部と書いてありますね、ちょっとアップで竹部と書いてありますけども、さていずれにしてもですね、先ほど申し上げた通り、政権が変わったとしても、金融当局だとか政治通貨当局の、まあ、ベクトルというんでしょうかね、日経平均株価のためにという言い方はちょっと語弊あるかもしれませんが、円高は管理できない、デフレ回帰はなかなか、これ管理しがたいというようなスタンスは変わってないだろうとして見てます。ただし一方でですね、逆張り姿勢は出てきてはいるものの、ドルの上値もかなり重くなってまいりましたね。そうしたところで、じゃあ今夜の焦点は何なのか、急にちょっとストラテジーの方に行きますが、継続してでございます。ドルのセンチメントは欧米市場でどうしても測らざるを得ないというところで、
今回の売買シナリオ、こちらでご案内させていただきたいと思います。はい、まずは経済指標のところからいきたいと思いますけれども、まずは今夜でございますけれども、 ISM の製造業況指数がございます。こちらがやはりメインでしょうかね。23時になりますけれども、これが、まあ、前回よりも良くなるだろうというような見込みが出ていますけれども、ただしそうは言ってもドルのセンチメントはじわ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 と重くなってきて、米国の10年債金利の圧迫によってドルがなかなか上昇していかないというのも実際のところかと思います。さてそこででございますけれども、今回は売り買い待機とさせていただきました。ドル円105円の55銭から106円の丸5銭、現在が105円の65銭ぐらいでしょうかね。5-55605という予想レンジで、エアン105円の55で買って106円のちょうどで売る、45銭幅狙いで、リスクの方も45銭とさせていただきました。105円の10銭、105円台割れたら万歳というところでございます。で一方でミアンですが、106円に上がってきたら売り足しというところでございますけども、この106円の前半、日足の雲の影もそうなんですが、先だって その安倍首相の辞任を伴って下落した竹部のイラストを指してますけどもね、ここからずっと下落しているところをなかなか戻していけないというのも実際のところかと思います。B アの方は106円の丸5で売って、105円の60銭で買い戻し、45銭幅狙いで、リスクの方は40銭とさせていただきました。106円の45銭、106円の半ば、日足の雲の加減を超えていって上進性を強めていくよったら万歳とこういうところでございます。今夜は ISM 製造業況指数、まあ、こちらの方がメインになってくるのかな、そんなイメージでございますが、継続して日米ともに政治によって突き動かされるという言い方をするならば、トランプ大統領も含めてでございますけども、バイデン民主党候補からも当然11月の大統領選挙に向けての各種報道が出てくるかもしれませんので、そうした動きも十分ご注意をしていただければというふうにして思います。はい、続きまして今度は日経225指数でございますけども、まあ、日経平均株価の方が現在が23,100円台、なんとか維持させて終了していったらいいなというところだとは思いますが、やはり23,000円の維持を意識して、で若干でございますけども、ちょっとやはりディスカウントプレミアム代のところもさっぴいてというところで、今回の予想レンジでございますけども、22,975円からちょっと刻みましたけどもね、23,150円、今が23,100円にちょっと乗ってるか乗ってないかぐらいのところがクリック株日経225指数でございます。22,975円から23,150円の予想レンジで、22,975円で買って23,150円で売る、ちょっと買いの方は強気に見ています。175円幅狙いで、リスクの方は、125円リスクというところで22,850円、日足のボリンジャーの中心線が割れたら、ベタゲビのイラスト指してますけどもね、この上昇帯、菅さんでというところでの、政権の安定性、アベノミクスの持続性が、期待されて、ぐっと上昇して、昨日のところの上昇帯ですね、ここのところを埋め戻していくような形で、日足のボリンジャー割れたら万歳というのが、22,850円での損切りの根拠でございます。繰り返しになりますが、ね、22,975円で買って、150円で、23,150円で売る、175円幅狙いの、175円リスクというところでございます。850円の950円、まあまあ、125円リスクですけどもね、まあ、ちょっとどの程度まで強気に見たらいいのかがちょっと非常に微妙なところでございますけども、政治によって突き動かされるといっても、日本においての政治はかなり安定出てきましたのでね、米国の政治動向ではそれほど、まあ、ニューヨークダウの動きは当然チェックしないといけないと思いますが、下値の方はちょっと強気に見ました。一方で上値においてなんですけども、そうは言ってもなかなか重いというのも実際で、23,150 円近辺をなかなか昨日から超えていかないのが実際のところでございます。23,150 円で売って23,000円で買い戻す、150円幅狙いで、リスクの方は23,300円というところで今回は勘案いたしました。はい、ということで、あと残すところが5分ありますけどね、東京株式市場、日経平均株価終了取りする、今日からはまたロンドン市場出てまいりますのでね。さて一応怖いのはロンドン、
休暇明けでございますが、3連休明けですのでね、どちらに攻めてくるのかというところはちょっと一応警戒するところではございますけども、東京市場時間においては、まあ、特にフォーカスされるような材料がなかったですからね、そうなりますと、ポンドお取り組みの方だとか、まあ、欧州カレンシー、ヨーロピアンカレンシーお取り組みの方がちょっとご警戒かなというようなイメージを持っております。それと今日は RBA オーストラリア準備委員会の声明会合ございましたけどもね、まあ、当たり前のごとく5ドル高牽制というのはありましたけれども、大きく5ドルが下落するような動きになりませんでした。さてそうなりますとですね、ドルの強弱に伴って継続してでございますけれども、資源、新興国通貨、こうしたところにエクスポージャー寄せていくような動きも出てくるかもしれませんので、週末の雇用統計もちょっと念頭に置いていただいて、こうしたオセーニア通貨の動きもですね、十分ご注意していただければというふうにして思います。さて9月の相場始まったばっかりでございますのでね、あまり無理もなされずに、そして上下双方向、リスクを忘れないようにお取り組みいただければというふうにして思います。以上、9月の1日火曜日の株と為替の売買シナリオでございました。